チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、おはよう、こんにちは、パリクーゼ、おへだよ、コンプローション中田です。あ、チャリカー。さあ、会長、何？ RWS ジャパンが、はい、4月14日、もうすぐ、その前にですね、はい、タイの方でもすごい盛り上がるスーパーファイトありましたよね。あ、はい、クンスクレック対クマンドーイ。はい、僕はクマンドーイが判定で勝つと思ってましたが、あ、もう素人ですね。すいません会長が、いや、クンスクレックやと思うよと、うん、クマンドーイのパンチはクンスクレックには当たらへんよって言ってたけど、はい、ほんまにそのまんまの展開でしたね、あれは。なんでそういう時にさ、靴かけたりしないんだろう、ね、本当に。そうね、俺判定でクマンドーイが勝つかな。いや、でも俺すごいなと思ったのは、うん、俺初めてやけどリアルタイムで、うん、バンバン判定が出る前に、うん、あ、クマンドーイかとかって書いてたわけ、うんうんうん、一応全部当たってた。1ラウンドクマンドーイ取って、うん、2ラウンドはクンスクレック、あと3ラウンドクンスクレック、4ラウンド、これはもう最後KO しかないぞクマンドーイって返したけど、まあもうあえて判定見る前にバンバンすぐリアルタイムで見ながらやってたけど、うん、あ、ちょっと分かるようになってんや思って、ちょっと嬉しかった、うん、これはね、はい、ただクンスクレック感じやったら10回やっても8回ぐらい勝ちそうやね。そうですね。そんなにだって、うん、まあなんか蹴りでちょっと変則的にもらったりしてたけど、うん、回し蹴り、ああいうのでちょっともらってたけど、うん、やっぱ最初の当てに行って当たってるけど、そんなに打たれも強いんかな。え、クンスクレック、クンスクレック、クンスクレック打たれもまだ強いんだろうね、うんうん、だからまあ何個かもらってたけど、うん、ちゃんとしたその本当にこうパンチとかキックっていうか変則的なもんでもらってただけで結構完封してた感じだ。やっぱね、1ラウンドの一発パンチ当たった時に、うん、もうあれでなんかちょっと、あ、分かった的な感じなのが、めちゃめちゃフック気味のパンチクマンドーイも打ってたけど全部空切ってたもん。もう全然、もう全然、もう完全クンスクレックが支配してましたよ。支配してた。っていうか何がすげえって、やっぱり足の腰の強さが、ああ、そう、もう完全にもう倒しに行っても体幹すごい強かったですね。そうそう、クマンドーイの馬力、うんうん、結構すごい馬力のところからこう持っていく選手だけど、うんうん、その馬力が全く通用しなかったから、ああいう結果になったんだと思うし、思っきり振っても耐えてガーってなってたもんね、うんうん、本当にクンスクレックはすごい。バンタム級の4校の1人とかも一番だって、もともとパントとかクマンドーイ、クンスクレック、まあ、5人ぐらいいたよね。ラックエラー、ラックエラーは、うん、もう一人ぐらいいたかな、そんな感じでやった。誰だ、バンタム級、バンタム級誰だ、ラック、ソンチャイノビ、ソンチャイノビは違うか、バンタム級じゃないか、スーパーフライか、その、うんうん、その4人の中で、うんうん、もう一つ抜けた感じ、クンスクレック、クンスクレックはもともと抜けてるよ、うん、俺はもうクンスクレックは本当にちょっと化け物だなと思って。じゃあもうラジャのベルト取りました、うん、でなんか RWS もスーパーファイトっていうなんか新しいの始まったね。始まりましたね、あの試合からですよね、うん、まあ、まあ、なんだかにも今実際スーパーファイトの話は来てるんで、うん、あれですけど、うん、まあ、タイトルマッチでね、うんうん、相手もう言われてる相手がいるんですけれど、うんうんうん、まだね、6月7月の話なんで、うんうん、まだ答えも出してないし、うん、あれですし、なだかもね、目の前の試合があるから、うん、なだかにもまだ、うん、言ってない状態なんで、まあ、だからパントがちょっとね、最近調子悪いですよ、そうですね、クマンドーイ戦もいいとこはなかったもんね、うん、まあ、完封されてた感じ、まあ、試合やあれはもう、まあ、こんなん言って
ね、面白いとか面白くないって言ったら申し訳ないですけど、うん、あの試合はあれやった面白くなかったんですけど個人的には、うん、ただやっぱクンスクレックとクマンドーイは超面白かったね。いやだからここのところタイトルマッチ全部面白いよね、うん、サミンデーと面白かったでしょサミンデーとあれね、なんだっけ、あ日本に来たジョン、ジョン・パランチ、うん、面白かったでしょ。で、クンスクレックとクマンドーイ面白かったじゃん、うん、面白で今週コンパタックでしょ、うん、もうコンパタックマジめっちゃくちゃフィームだから、あそうやろうよ俺コンパタックね、靴ね、いやいやいや、はい、俺コンパタック、はい、だってコンパタック勝ちそうやな思ってたもん。知らないじゃんコンパタック。いやコンパタックはもう俺はインスタでチェックしてるから、そう、うん、押してる感じ見えた RWS か嘘コンパタックいやいやほんとコンパタックめっちゃくちゃめっちゃうまいフィームなんで、まあでもあのちょっとずつワンとか、うん、あの RWS とか見て選手覚えてきたらムエタイ面白いね。ムエタイ面白いよ、分かってきたこの魅力、分かってきて、だから俺なんかキックって言ってるやつ見たらちょっとマジで胃の中の蛙やぞって俺まで思う。そんなことないから、ね、やめてそういうさキックワンを言うのやめよ。あのさキックボクシングは似て非なるものと思って、うんうん、だってさ、ね、あのなんだっけテニスフェデラーだっけ、昔俺たちで言えばさ、うん、マッケンロー古いか、マッケンロー、まあ、とかさ、うん、アガシとかね、うん、だし、うん、だけどなんだっけあの日本人の子、大阪直美選手とかが出れば俺たちだってテニス見るじゃん、見る知らない、うん、俺だけ、うん、でだけど普段はもしかしたら卓球が好きかもしれないじゃん、うん、で卓球と それぐらい違うもんだから、うん、でほらバドミントンだって、うん、日本人のなんとかオグなんとかチームとか出りゃ応援するじゃん、うんうん、まあまあまあムエタイ選手がキックに出るからなんかちょっとごちゃごちゃっとしちゃうねんな。そうなんかね、だからねあのね本当、クマンドーイ選手は俺、うん、あのライズさんとかそういうところに出てるでしょ、うんうんうん、でね、全然俺はクマンドーイ選手はありだと思うけど、うんうんうん、このねクンスクレックがじゃあライズさんとか K1 さんに行って勝てるかって言ったらこれちょっとね別の話になっちゃうんで、だから出ない、うん、できれば出ないでほしい、うんうんうん、じゃあ俺通してほしいよね。いやいやなんで一応はあれですジャパンじゃあクンスクレックはどこプロモーション知ってんのそういうの、ムエタイあれになってきてもちろんそれプロモーション知ってるからそういう話になるんだよね。なんか難しいやつ、クンスクレックベッテムネルいやいやだから違うクンスクレックブンレックシアン、ブンレックシアンそれいだけどこれプロモーションじゃないから、プロモーションは曹操前さん、あっつながってます、曹操前さん、そう曹操前さん、はい、はい、ね何回かも会ってるでしょ、はい、はい、紹介してる、はい、だからうち名高とか、あそうか、うん、シモンとかみんな曹操前グループなんで、うん、うちらで、クマンドーイはペッテンディグループ、うん、そうだね、うん、ペッテンディグループ、うんうん、だから何がすごいってこのスーパーファイト来てたの、うん、あれですよ、もうソーソンマイタイプ、うんうん、要するにね、ペッテンディっていう、うんうん、もうね、ソーソンマイグループもすごい、もうリングサイドの周り見るとすごい面々来てましたよ、うんうんうん、ソンマイさんはじめ、うんうん、でこっちいきなり門コン外したのが、うん、あれですよ、ペッテンディの、うん、もうボスナンバーワン、うんうん、これシアナオさんってほら、うん、シアナオさんね、俺たちが行った時にさむちゃくちゃいろいろくれた人、そうそう、ご飯とかたくさんくれたフルーツとか、ね、うん、食べきられんぐらい毎回なんかそうくれて、ありがとうございます、うん、もうシアナオさん、うん、俺もシアナオさんには本当にお世話になってたんで、うんうんうん、もういつもね行くと昔ルンピニースタジアムがまだ移転前に、うん、あのルンピニースタジアムのところに事務所があったんですよ、ペッティンディ、うんうん、そこ行くと必ずね、うん、もうね、おー来たのかっつって、ね、うん、いつも中に入れてくれた、まだね、うん、ボートさんがねすっごい若かった、まあうん、18歳とかぐらいなの、あそうだと思う、多分ね、うん、今の年間は10、うん、そうか10年前だった、そう、うん、だから21人とかかな、そうそう、うん、でだからシアノオさん行くといつもよくしてくれて、うんうん、ね、しかも俺うちさ
そのソーソンマイさんの方のグループなのにすごい良くしてくれてたでしょ。それでそのね、シハナオさんが門戸を外してクマンド、いやもう俺は何が一番怖いって、ジャッジたちマジもう絶対こんなだと思うよまあそういう意味では最後5ラウンド目はクマンドイついてた。あ、それはクマンドイですよね。まあ、まあうんまあうん、けどねえ、いやまあボートさんもいたしね。いやボートさんもさすがにボートさんも、うん、あの負けを認めてたよ、ね。うんうんうん、ボートさんもすごい、うん、あのクエンスクレックよくやったっつってやってたから、うんうん、まあ、名高の時もそういう感じだった、ね、そう、あのね、ボートさんってやっぱりすごいよ、うんうん、あのね、やっぱり世代が今、うん、第2世代に来てるんですよ、うん、あ、第3世代が、うん、第3世代ぐらいに来てるの、うん、その時にやっぱり、ソーソンマイさんの子供いるし、うん、例えばあの PK さんのところの子供いるし、うん、ギャットベッドのディアさんのところにお子さんいるし、うん、で、みんなムエタイ関係なんですよ、うん、やってるんで、うん、で、ベッティンディにはシアノさんの息子でボートさんいるでしょ、うんうん、ボートさんはね、うん、ちょっとね、うん、やっぱりカリスマ性がやばいと思う、うん、まあまあ選手もみんなね、うん、もう慕ってるんやろね、そうそう、あんだけやれるところはさ、うん、選手ついていけへんもんね、あんなね、そうそうそう、試合中ガッ頭揺らされたりとか、うん、頑張れーとか言ってね、うん、やっぱりね、あの人ね、何かこうカリスマ性の何かを持ってるんだろうね、うんうん、やっぱりね、あの俺もほら毎回行くと、うんうん、あのボートさん会うけれど、うん、あのやっぱりオーラがあるよ、ね、うん、なんかそのさ、シアナオさんとかさ、うん、ボートさんとかさ、ソンマイさんもオーラあるでしょ、うん、あるあるある、BK さんもあったよ、 BK さんもあるじゃん、はい、だそういう、なんて言うんだろう、その一世代を築いた、うん、例えばその前はね、ワン・ソンチャイってソンチャイさんとか、うん、あとまあアンモーさんもそうだし、うん、なんかみんなこうオーラがあるの、うんうん、こうすごいオーラみたいなのがあった時に、うんうん、そのね、オーラがやっぱりあの若いけど、うん、ボートさんはね、あのオーラがすごい。じゃあ、 まあその下の世代ではまあ飛び抜けてる感じ、うんうん、やっぱ俺はそう思う、うんうん、なんかカリスマ性とか、うん、その、うん、あとムエタイを愛してる感がすごい強い、まあだからその見てる人もそのムエタイの楽しみ方の一つとしてセコンドも見た方がいいよみたいなのあるかもね。じゃあ、あ、全然あるね、うん、今日ボートさん来てんやん、あ、絶対あるよ。だ特に今 RWS の場合は賭けがないからあれだけど、うんうん、まあ、あのそれはさ、スポーツベッティングみたいなあの、うん、サイトとかではあるよ、賭け、うん、確かに、うんうん、けどあの、ね、会場内でのこういう賭けはないから、うんうんうん、だけど普通のムエタイだったら絶対場内の下の人たちの賭け率を見てた、うんうんうん、昔さ、面白い話しようか、うんうん、昔さ、うちにコースマンっていう選手がいたんですよ、うん、コースさんね、うん、あ、こう知ってるね、うん、で、コーがね、試合をやってた時に、うん、あのレフリーにコーがこう試合をやってる時に、うん、セコンドの声を聞くためにこうセコンドの方を見てこうやってやるでしょ、うんうん、これって何かっていうと、ムエタイだと賭け率とか今そういうのが分かるから、うん、今行くなよとか今行けよとか、うん、そういうのが分かるから、うん、もうやめろとか言う時もあるわけで、ね、うんうんうん、もうやめろってよくこうやってやってんじゃん、うんうんうん、これもう行くなっていう意味なの、うんうん、行ってやられたら負け、うん、だからこうはセコンドは言うことを、うん、うちはクンさんとかだから、うんうん、言うことをやって行った方がいいみたいなこう確認をしてる、うんうんうん、そうしたら、え、試合中よそ見すんなって言われて、うんうん、そんなこと言ったらムエタイ選手全員よそ見してっからみたいなセコンドの話聞いてね、そう、こうやってそう、みんなセコンドの話聞いてるじゃん、うん、だってこの前のクンスクレックだって、うん、もう何回も見てるからね、うんうんうん、クマンドーイだってそう、うんうん、ね、そのたんびにセコンドの方向くなって言われてたら、うんうん、マジだからね、もうそういうところから違うんですよ、全く。だからそれはキックボクシングなのかも ね、うん、あ、まあね、だから競技が違うっていうのはそういうところだよね、うんうん、ムエタイっていうのはやっぱり倒すとかより勝つことがまず一番です、うん、
だからそれやねん俺、なんかその自分全然格闘技の人じゃないから、うん、やっぱ格闘技って最強を目指すためにみんなやってるのに、うん、団体の1位とか団体のチャンピオンとかで満足すんなよってなっちゃう、うん、誰がもの言ってんねんって。だから、うん、チャンピオンになったらチャンピオン同士どんどん戦っていって誰が強いかその階級出てみたいやんってなるん。まあ仮面ライダーのベルトよりベルトありますからね。本当にそうだから、うん、ね、やっぱりその、うん、まあ、そういう意味で松田龍樹くんがアルトベースに、まあ、ホースカップチャンピオンにこうもう初めてやけど来てくれるとか、なんか嬉しいよね、うん、嬉しいよ、うん、なんかそれだけでおすっげえ応援しようって なんかなっちゃうね。なんか、うん、だけどさ、やっぱりさ、こうなんていうんだろう、肘ありのキックボクシングだと、うんうん、今名高に対して、うん、他の選手たちが、うん、他のツイッターとかでもさ、うん、そういうところでもさ、名高とこう対比されるのってさ、大崎和樹選手、うん、そうだね、あのライズの、ライズの選手、うん、大崎和樹選手、あと田丸時選手、うん、ね、この辺じゃん、うん、今、うん、なんか名高とこう比較されるところって、うんうんうん、けど要するにそれをあの2人はライズさんの選手だから、うん、ライズさんを中心に戦ってる選手だから、うん、この2人はやっぱりキックボクシングに情熱を今持ってるわけじゃん、うんうんうん、で名高はやっぱり肘ありってものにこう情熱を持ってるから、うん、そうですね、この肘ありのキックボクシング団体さんとかの中で、うん、じゃあ名高のスーパーフライ級でやったら、うん、正直ごめんねこれは、うんうん、名高はやっぱりもうズバ抜けてるというか、もうやる前から分かっちゃってるじゃん、うんうんうん、多分みんな分かってるかも、うん、そう、そのムエタイでやったらってことね、うん、そう、ムエタイでやったら、うん、これは万が一がない、うん、ない、うんうん、本当に、うんうんうん、だからそれはそれでいいけれど、じゃあ日本チャンピオンクラスたちが、ね、どう考えるかですね、うんうん、だあとやっぱりこうそのね、例えばさ RWS とさ全く関係がないジムがさ、うんうん、全く関係のないジムが、うん、だってさ例えばライズさん中心でやってるジムに、うん、RWS に出たいって選手、うん、あんまり入ってこないと思う、まあ、確かにね、もちろん、うんうん、だからやっぱりその自分のその選手たちが行く末をやっぱり考えて、うんうん、やってほしいよ、まあ、そうやね、うん、まあ、だからいつかね大崎選手とか田丸選手とかね、うん、もうバーッとこうキャリアが積んでいって、うんうんうん、名高もキャリア積んでいってさ、なんかじゃあ見たいってなったらやっぱ例えば RWS やったらまあ自分たちの、まあ、身内みたいなところもあるやん、うん、言ったら、うん、だってねマネージメントをしてる、うんうん、社長がやってたりとか一緒にやってるから、だけどじゃあワンでやったらとかってなんかなるよね。じゃあ個人的にやっぱりワンなんじゃないの？ね、うん、なんかワンでやったらどこも、うん、あのね、チャトリがやってるし、うん、そこで見たいよねってなんかなるよね。それはもうみんな文句ないでしょってなんかなる。うん、なんかここのところ毎週のようにチャトリさんとミーティングしてますから。毎週のように。いやもうあのね、すごいねあの人は。あの人すごいよね本当。なんか。ムエタイのジムとかにも寄付してんだよね。そう。なんか本当車の中からとかでも平気でミーティング参加してくるからね。ミーティング中に普通にいきなりご飯とか食べたさ。いきなりごめんなさい時間ないんでっつってサンドイッチ食いながらやってる。着いたから言ってまた言ってね。うん、まあ、だけどやっぱ飛び抜けなあかんねんな。そうそう、何するのも。そう、結局、うん、まあね、あの、そのさ飛び抜けることが、うん、今の時代って正義みたいになっちゃってるからね、うん、なんでも、うん、そうじゃん。そうやね、うん、昔と違って今はそのやっぱり飛び抜けた人が正義的なところがすごく強いじゃん、うんうん、だってほらあのね、あのなんだっけ、イーロン・マスクだっけ、うん、イーロン・マスクさんも言ってるじゃん、うん、あの最近のそれは、うん、なんて言うんだろう、こう例えばね、マスコミさんとか、うん、そのね、文春さんとかそういったニュースとかそういったもので言ったことが正しいと思っちゃう、うんうん、人たちが多くなってるから、うん、それがすごい懸念だっていう、うんね、それが怖いねって、うん、
日本人のことそういう風に言ってるよ ね日本人ってね本当にそういう意味では、うん、あのあかん唯一あかんとこってその多勢に無勢な人が多いよね、うん、結局みんなが右や言ったら右やっていう人はもう多すぎて、うんうん、だからアメリカ人とかそういうそれこそねチャトリさんとかイーロン・マスクみたいな、うん、もう突き抜けた人たちが出てきた時に勝たれへんのかな、うん、そうねだからまあそうだよねあのほら大谷翔平選手がさ、うん、あのこよなく愛してる中村天風先生で、うん、あのねあの本あるんだけど、うんうん、その中村天風さんが言ってるよね99人が、うん正しいものを、うん、間違った答えを99人が出しても、うん、1人でもその正しいことにいけるのが本当の正しさだって、うんうん、その1人が正しいんだから、うんうん、99人が言ってそれが間違ってることだって、うん、すっごいいっぱいあるよって、うん、天風先生が言ってるから、うん、その 1% を自分がその 1人だったら、うん自分自身の正しさを信じろって、うん、それが正義や正義だって思う、うん、そう思う俺も、うん、って言ってるよね、うん、だからまあねちょっと話が全然それちゃったけどもういや深いよ、うん、今日も深いよ、うん、今日も深い今日も深い深いよ深い深い深い、ね、じゃあ、うん、あのまあまあ結構話しましたけど、はい、まあ RWS ムエタイを知るには結果 RWS だけじゃなくて、うん、もうそれからだクンスクレックだってワンに参戦してくるかもしれないわけだ。いやだって実際したもんね。そうですね。したよね、うん、クンスクレック。だってさこの前何ワンの U-NEXT でさ放送の時に言ってたじゃん、うん、クンスクレックの名前も言ってたし、うんうん、ラックエラワンの名前も言ってたし、うん、あとソンチャイノーイ、うん、だけどソンチャイノーイまたオーバーしたね。あそうそこまでチェックしてない。あのこの前ほらワン出たじゃん、うん、2人ともあれですよ体重オーバーそうあれ尿比率であかんかったかでダメだったんじゃないの、うん、で2人ともオーバーだったんですだけど、うん、試合をやってたんだけど、うん、そのブラジル人と、うんうん、だけどだってさ7日の試合だってオーバーしてるわけじゃん、まあ、確かにで階級合ってないのかなあだからちょっとねその辺をね、うん、ちょっともう一回あの、うん、ねクレックじゃなくてあのだからちょっとそのオーバーが多くなってるよね、うん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 、ネリみたいなことやもんね、うん、ボクシングで、うん、ほんまは全然許されへんやんってこといや向こう今回の場合は向こうもオーバーしてきたからまだあれだったけど7日の時は、うん、あのね こっちは OK してるかみたいなまあそういう意味ではワンもね日本にやってきますしまあ、RWS もそうですけど、うん、ムエタイがどんどん世界に広まってるのはいいことですよね、はい、我々です。ムエタイを広めるっていうことで言えば、はいはい、我々の目的はそこなんです、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。4月14日皆さん待ってますんで千葉で我々もいますんでもちろん声かけてください。